岸田総理。岸田総理。長男を総理秘書官に起用した岸田総理。このエコヒーキ人事、どうなんですか適材適所と言うけれども。じゃあなんだ俺は秘書官に適材適所じゃないのかどういうことなんだ年収100万、200万で暮らしてるロスジェネ世代は適材適所なのか俺たちロスジェネは その辺にくすぶってりゃいいってのが適材適所なのか。岸田総理。ふざけんな。山本太郎さんが言ったこの言葉をよく胸に刻め。言いたいことないかというと、ご自身の娘、息子のように、この国にいる人たちを思っていただきたい。そう考えていただきたいんですね。まあ、みんなめちゃくちゃ困ってます。どうか一律の十万円給付。こういうご検討いただけないですかいかがですか?。